15年前、この海から一つの旅が始まりました。時を経て旅人たちのさまざまな願いはたくさんの思い出となって輝き続けています。それこそ誰もが持っている心の中のクリスタル。そして今また新たなる旅立ちの時を迎えようとしています。ほら、耳を澄まして、それでは出かけましょう。あなたの心の中にあるクリスタルを輝かせる旅へ、クリスタルミスジャーニー、シャインオン。
水車。クリスタルも死者だって。我らのクリスタルはこの海を旅する人たちの15年間の願いや思いの結晶で、そしてそれは君たちの新しい旅に欠かせないもの。どういうこと？ルフィ、これは君の持っているクリスタルと同じ色だろう。本当だ、同じ緑だね。クリスタルの色は願いの色。同じ色のクリスタルを持つルフィよ、君にはある願いが託されている。これに触れればそれがわかるだろう。夢を運ぶ感じる。なんだか、とっても元気な気分だよ。さあ、緑のクリスタルはみんなを元気にする。ルフィ、君みたいにね。それが混ざり合えば様々な色、様々な願いとなる。みんなのクリスタルはどんな色かな？
水が今君の心にある願いは僕の願い？大好きな仲間たちとの旅がいつまでも続きますように。そのために必要なものは？それはミッキー、ミニー、そうか、はい、ミッキー、優勝だ。ドナルド、元気も必要だよ。グーフィー、赤、青、緑が一つになれば光は白く輝く。だから僕のクリスタルは透明なんだね。その通り。願いとは心の道しるべ、希望への輝き、長く果てしない旅の支えだ。それが一つに集まれば、みんなが力を合わせ助け合えれば、どんな困難な旅も乗り越えられるだろう。ミキ、君のクリスタルはそのためにある。さあ皆さん、皆さんの願いを集めよう。たくさんの思いをクリスタルに託して一緒に。
ルウィッシュジャーニーシャインオン、お楽しみいただけましたか。この後も15周年のグランドフィナーレを迎えた東京ディズニーシーでウィッシュを光り輝かせる素敵な旅のひとときをお過ごしください。 Ladies and gentlemen, we hope you enjoyed Crystal Wish's Journey Shine On. And now, please enjoy the rest of the grand finale of the Tokyo Disney Sea 15th Anniversary Celebration. Thank you.